はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。タラチョです。今回からですね、新車紹介ということをね、始めていきたいと思います。三菱自動車の新型トライト、概要紹介ということなんですけど、まあね、見た目はね、いろいろなサイトとかですね、他の情報ソースからですね、皆様ね、よくご存知だと思うので、このチャンネルのね、新車紹介ではね、中身ですね、初見だったりですね、装備だったりっていうところの進化したところ、他社と比較みたいな形でね、やっていきたいと思います。まあね、ぜひね、最後までね、ご覧いただけますと幸いです。今回ですね、まあ、基本スペックをハイラックスと比較ということで、三菱自動車新型トライトン紹介していこうと思います。これで本当ね、外観ね、すごい変わってますよね、もう先代からね。そしてもうこのね、ピックアップトラックらしからぬ本当にすごい外観ですよね。中身もかなり進化してるんで、紹介していきたいと思います。では、よろしくお願いいたします。これまずはじめにコメントなんですけど、12年ぶりの日本投入に気合入りまくりということでね、2024年初頭にね、日本にもこのトライトン投入されるということなんですよね。でもメインのね、ターゲットはね、ASEAN、オセアニア市場なんですけど、まあ、世界戦略車と並べくね、大幅進化をしているんでね、中身見ていきたいと思います。まずね、先代から進化したところということでね、まあ、新機能だったり装備というところですね、見ていきたいと思います。まずですね、新開発のラダーフレームですね。これで断面積 65% 増でいろいろな剛性が上がっていたりですね、配転高採用比率が増えてね、重量増は最小限にとどめながら剛性を上げているというところなんですよね。まあこれがね、軽量化だったりね、安全だったりね、走行性能などにも効いてくるということなんですね。そしてね、これ結構目玉ですよね。新開発 4N16 型のクリーンディーゼルエンジンということで、まあ出力がね、3仕様あるということでね、新型ターボチャージャーであったりとかですね、使いながらですね、高出力化応答性を良くしているというところなんで、まあこれはね、この後詳しく見ていこうと思います。で次、ワイヤー式 6MT ということで、まあこれはエンジンから伝わる振動を低減しているというところですね。そして4駆システムですね。スーパーセレクト 4WD2 ということでですね、結構これもね、進化してますね。ドライブモードが4モードから7モードに増えてますということで、いろいろな路面ですね、対応をさらにね、していってるというところですよね。あとね、これも三菱得意のね、AYC も、ね、今回ね、採用されているというところで、旋回性も向上しているというところなんですよね。で次、新開発サスペンションということでですね、まあ、ストロークだったりね、サスペンションの容量を上げたり、軽量化したりということもですね、今回行われているということなんですよね。そしてね、電動パワーステアリングですね。ピックアップなんですけど、高出力仕様をね、採用しているということでですね、これはかなりね、いいですよね。快適性とか走行性かなり上がりそうですよね。そしてですね、レーダークルーズコントロールということでね、まあ、アダプティブクルーズコントロール、全車追従型なんですね。これね、まだね、装備してなかったのかっていう感じなんですけど、まあ、東南アジアとかね、そういうところではね、他社も装備してなかったりするんですけど、まあ、今回ね、日本投入世界戦略車というところでですね、まあ、こういったね、レーダークルーズコントロールも対応してきたというところなんですよね。そしてね、まあ、ピックアップトラックなんですけど、三菱コネクトというところでね、コネクテッドもね、かなりね、充実させてきてます。SOS、エマージェンシーサービス。そして、カーファインダーですね。これ、多分スマホでね、ここに駐車してるとかっていう情報がね、わかるようになってるんですよね。で、またね、これもスマホでね、乗車前にエアコンを作動させたりとかですね。とヘッドライトで本を操作するというところでね、まあ、駐車位置がわかったりだとか、まあ、盗難防止対策とかですね。まあいろいろね、そういったコネクテッドもね、できるようになってますね。で、あとはね、細かいところなんですけど、まあドレーンボルトの位置を変更というのと、サービスホールを拡大ということでですね、まあいろいろね、メンテナンス時のサービス性ですよね、もう向上させてきているという
というところと、まあ、6MT のギアオイルは交換不要というところでメンテナンスフリーかってことですね。はい、次ですね、車両スペックの比較ということで、まあ、ダブルキャブ版の、ね、車両スペックを見ていきたいと思います。まあ、全長はですね 5320mm、 全幅は 1865mm、 全高は 1795mm というところでですね、まあ、全長全幅に関してはですね、まあ、特に幅ですよね、結構従来比からね上がってきてますね。でまあね、ライバルのハイラックスと、まあ、同じようなサイズになってきたというところなんですよね。でちょっと車両重量はねまだ不明なんで、はてななんですけど、まあ、タイヤサイズはね従来と変わらずというところなんですよね。で、まあ、ボディがねこのように特に全幅ですよね、大型化しながらも、まあ、最小回転半径はですね 6.2 メートルというところでね、従来比からはね 0.3 メートルの増加にとどめていて、まあ、ハイラックスよりもね小回りが効くというところでですね、大型化しながら取り回しの良さは維持しているというところがね言えると思います。で次ですね、パワートレイン比較というところでね、最大トルクとね最高出力の関係をですね、まあ、ライバル車交え見ていきたいと思います。でまず第一ですね、ここの赤ですね、ニュートライトンね、 6AT っていうのは、ね、旧型から変わらずなんですけど、まあ、高出力版はね 470N のトルクというところでね、まあ、現行車の中でいくとねもうダントツのねスペックなんですよね。でここにね一つプロットしているのはですね、8月2日にですね、まあハイラックスじゃなくてね、ランドクルーザー250-250のところでね発表になってましたけど、まあ、そこのねエンジンのスペックをねここに載せるとねここに出てくるんですよね。でまあきっとですね、ハイラックスの方もマイナーチェンジ、モデルチェンジっていうところでこのエンジン搭載してくるんじゃないかというところでですね、ここに載せてますけど、まあ、現行ではねダントツのスペックですね、高出力版、まあ、これ日本にも投入される予定っていうところなんで、もうかなりねこれ楽しみですよね。でね、他の3仕様のうちにね、他の2つかな、他の2仕様のエンジンの方もですね、このようにね、全旧型よりも、まあ、スペックとしてはね、アップしてるというところですよね。でも、ここね、一番ね、低いスペックのものがここにいるというところなわけですよね。まあ、トルクはね、負けてますけど、ハイラックスとね、まあ、最高出力に関して言うとね、同じレベルっていうことになってるわけですよね。でですね、まあ、ここにね、突然ね、日産キャラバンがね、出てくるんですが、まあ、これ日本で売ってるやつですよね。で、これ 4N16 のね、このニュートライトンのね、エンジンね、実はですね、日産のキャラバンでね、先にね、採用されてるんですよね。で、しかもこれ日本で売ってるんで、このキャラバンにね、一回乗ってみると、まあ、ちょっとエンジンのね、蘇生というかね、そういったところのね感覚がね分かるっていうところでね、これ日本で試乗可能なんで、まあ、これねあのトライトンね検討されている方はですね、一回ねちょっと試乗してみてもいいかもしれないですね。でね、この、日産キャラバンですね、日本仕様がですね、まあ、ジャトコ製の7速 AT を使ってるというところなんですよね。で、まあ、日産の方のね、ピックアップトラックではですね、ナバラとかね、フロンティアとかでね、この7速実績、ね、ピックアップトラックあるんで、もうね、同じ型のエンジンでね、7速採用してるということを考えると、まあ、将来的にね、この 6AT が 7AT に置き換わったりね、するんじゃないかなということをね、ちょっと考えたりはしますよね。はい、ということでですね、トヨタハイラックスとガチンコ勝負ですね。まあ、これからね、ハイラックスの方もね、モデルチェンジ、マイナーチェンジしてくると思うんでね、それね、ガチンコ勝負楽しみですよね。ということで、2020年初頭発売予定の日本仕様の続報に期待ということでですね、続報入り次第ですね、またこちらの方で新車情報をね、投稿していきたいと思っております。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。このチャンネルではですね、新車情報やいろいろな車の情報、また私の旅のね、様子なんかもですね、動画投稿していこうと思っておりますので、よろしければですね、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。では、また。